皆さんおはようございます。2022年2月の18日、金曜日ですね。衆議院議員の原口和宏です。今日はですね、予算委員会は集中審議です。外交経済ということですけど、政治と金の問題についてもちゃんとやってほしいし、この、しっかりと、まあ、赤木さんの、あの、赤木ファイル、全然、 解明になってないですね。しかも。このオミクロン株についての対応にではですね。もう本当に。成り行き任せという状況で、岸田内閣の支持率もずっと下がってきてますね。それはそうだと思います。安倍菅政権とは違うという触れ込みでしたけど。いや 対応はどううでしょうかねちょっと自分の友達がですね大阪で亡くなってまだ若いのに今日あの友人が大阪まで、えー、お別れに行くって言ってますけどひどいなって思いますね亡くならなくてよかった救える命が。 どんどんなくなってる。もう佐賀県でもですね、自宅療養の方が3000人を超えてます。この佐賀県でもそうです。で、至るところで悲鳴が上がってるにもかかわらず、緊縮、緊縮ですね。今日の予算委員会も、ちょっとバッター見てみると、少し、緊縮の方で話が出るんじゃないかなって思うような質疑者なんで、警戒をしてます。 昨日もあも国会で末、末末日本の未来をつくる勉強会のです、ね、私の同期で、えー、彼は外交官ですけど一生懸命やってくれてるあの未来をつくる勉強会の代表代行とも話しましたけど、えー、この予算審議の最中でもです、ね、ちゃんとあの勉強会を日吉さんは落選してしまってますけどもあの開いて、えー、世論を引っ張っていかないと。もう 本当にひどい状況ですね。今日の国会、ちょっと後で、あの、解説をしますが、いや、昨日、篠原幹事長代行が会いたいって言うんで、話をしてましたら、なんと、全国版ではあの報道されてませんけども、あの、 大規模な老人施設を使ったおはようございますあの選挙違反いわゆるあのこの人でいいですよねっていうのをやったっていうんで逮捕者が出てるそうですねいやいろんなところで聞くんですよねもう高齢化しててそしてその何て言うかな 閉じられた施設だからその中で何が行われているかわからない約ですね30%以上がもう今や期日前投票なんですねでその期日前投票で大規模な組織的な不正が行われてるだろうっていうのはよく言われてきたことですで長野ではそれがあったんだっていうことなんでちょっと 毎日新聞ですかねなんで全国版になんないんですかねそういうのいっぱい今京都で「週刊文春」があの文春法でやったこともそうですし広島もそうですし新潟はまあ自民党の国会議員が自民党の県会議員を告発するというこういう事態ですね。政治と金でこんななににブブブズブズブになってるからあの いいいろんんななチェックがうまく効いていかないんですよ感染研もあの昨日ある方からいまだにその空気感染を認めてないんだと、接触感染だと接触感染でこんなに増えるわけないじゃないですかあの CDC でもです、ね、アメリカでももう 最初私もこれエアボーンじゃないかって言った時にはものすごい叩かれましたもんね。で、その叩いてる人たちの傾向っていうのももう可視化されてきましたね。要はもう事実がどうであろうが政権の一部なんでしょうね。そっちがもう安泰であればそれでいいと。なんかもういろいろ危機を煽るなと。危機を煽る必要なんか全くないし、そんな動機はないんですよ。 現実に助かる命を助けようって言ってるだけですからね。ちょっとね、本当にあの、厳しい状況になってきました。で、これを変えるための法律はいくつも出してるわけですね。昨日もあの、障害者難病 PT と内閣部門、それから厚労部門の合同会議に、久々にあの、もう成長って言うと毎日のように3つ4つ出てたんですけども、もうさすがに今は、 あの、奇数の若い人たちにということで、時々にしか出ないんですけど、昨日は、ロア連盟の方々にですね、来ていただいて、えー、新しい議員立法っていうかもう、この議員立法は、党の昔に立憲民主党は出してるもので、で、それを与党も少し焼き直して、財政的な支援を中に入れて、えー、出してくるっていうのは、それはもう結構のことで、通せばいいわけですね、議員立法で。で、 私たちとすると、手話言語法。どれぐらいおられますかね ?10 万人近くおられますかその、昨日も会長さんがおっしゃってましたけど、手話は自分たちの命なんですと。ね、コミュニケーションを図るって、それも日本語の一つとしてしっかりと位置づけて、そして支援をしていこうと。あの、鳥取県や様々なところでも、 お主は言語条例っていうものができてますね。で、結局私たちが民主党政権の時に、えー、やろうとして、もう出して、で、それがまあ政権が、あの野田内閣で起こってしまって、できなかった。もう結局、中央政府の方がですね、一番遅れてしまってるんですね。そういう意味でも、本当に私たちの責任は重いと思いますね。一人一人のその、国民の、 まさに命を守るための、そのためには、政権を取っとかなきゃいけないんですよ。野党でいいんだったら、あの、もう一つの政権政党なんてもう言わないことですね。で、昨日は、あの、3プラス3のー、核の、比較の傘のですね、あの、ずっと会議を、 リモートでやってきてでそれの総括で梅林先生のご本新刊をですねいただきました梅林光道先生はですね私があの「平和」っていう本の中でもう対談をしたピースデポっていう NGO を主催されて核廃絶の先頭に立ってこられた方ですねでその前書きにですね核の奴隷って言葉が出てきます 核の奴隷。恐怖の奴隷ですね。核の奴隷。私たちは自分が奴隷だと思ったら、奴隷にされてると思ったら、懸命に戦いますよね。自由を求めて絶対に戦います。だけど、この問題が核ということになってしまうと、なぜ戦わないんですかね。むしろ、その核を、があることが現実だと。核は一回持ったら離さないと。 そんな、なんていうかな、とんでもない猛信の中に囚われてしまうのはなんでなんでしょうか。広島や長崎、ロンゲラップとあの、ムルラー干渉ですね。あるいは中央アジア、あるいはアメリカの中の核実験場。その核爆弾のですね、爆発したキノコ雲の中には自分じゃなくて他の人がいると。 だからいいっていうふうに思ってるんでしょうかそれがどんな罪なことなのかどんな恐ろしいことなのか悪魔の所行なのかっていうことに思いが至らないんでしょうか核の傘が現実的だと思えるその何て言うかな根拠のなさ根拠のない楽観とまあ悪魔との契約だと私は思いますけどもどうしてその核の奴隷から 人を恐怖でもって抑えると。恐怖でもって抑えられる人だけじゃないですからね。恐怖っていうのは人間の心を溶かしていきます。恐怖は人間のにざまな攻撃性を呼び起こします。最もコントロールしがたいものなんですね。で、そのコントロールしがたいものを凝縮したのが核ですよ。核廃絶、非核の傘。 これ、今、日米間で進めてますけど、大きなインパクトになると思います。いや、自分が生きてる間に、ここまではと、長い博士が私たちに託されたこと、いや、長い博士だけじゃなくて、たくさんの、今も隠,隠された被爆者、被爆で苦しんでおられる方々が、祈っておられること、そして、世界の平和を、昨日あの、えー、日露の首脳会談も行っておられますけども、 日本側の情報を見てるともう本当にその日本の新聞とアメリカの一部のシンクタンクの言ってること一色じゃないかって思うんですねいや世界って言うんだったら他の国が何を言ってるかもそれが正しいか正しくないかは別ですよちゃんと検証しなきゃいけないと思うんですねおととい RT を見てたらあのロシアの 新聞ですね。その、キエフから CIA がオフィスを撤退させると。キエフといえばウクライナの首都でしょそこに <coughs>、独立した国家にですよ、スーパー超大国の諜報機関がオフィスを持ってると。それ、本当だったら不思議なことですよね。です。 それが撤退をすると。ね。もう、今こそ戦争かと。戦争だ戦争だと煽ってる人たちが片っぽで撤退してると。それおかしくありませんかで、ロシアが撤退してるっていうのはそれは信じられんと。いや、私もね、ロシアと交渉する中で、いろんな 虚偽実実のあの場面に出くわしてきましたから彼らが言ってることが全部が全部本当だっていうふうには思えないしまあまさに情報戦ですよねでも情報戦だからこそですね両方のことをちゃんと踏まえとかないとでその中でも今トランプ大統領前大統領すごく元気ですけどもあの戦争屋も炙り出されてきましたね戦争屋も炙り出されてきた で、今日この予算委員会の審議が終わって、まあ、来週採決を、提案をしてきてるようですけども、最低でも政治と金の問題と、この外交、あの、中国があって今までも言ってる人がいますけど、日本はこの北京オリンピック、外交的ボイコットしてるかしてないか、皆さんどう思われますかしてますか ししてないでしょ人権の問題で北京にのオリンピックは外交的ボイコットが必要だと言ってる国で実際にしてる国ありますね、日本どうですかウィッシュマさんの問題も含めて他国にの人権状況をだけをですね、いう、そういう立場にもうなくなってしまってるんですね。国内の で、多くの人権侵害が見逃されてる。てそういう意味でも、今、あの、やたらとこう、水道せ水道橋博士、え告、ー、訴するとか、息巻いてる人がいますけど、自分たちの権力性っていうものをよく考えるべきだと思いますね。自分たちが権力を持ってると。で、そういったものがでも、可視化されてきたっていうのは、すごくいいことだと思いますね。さて、もうこれで絵を閉じます。 どうぞ良い一日を今日はですねあのさっき外に出てもむっちゃくちゃあの全国的にもですね大雪の警報が出てます佐賀も昨日は雪が降ってたらしくて、えー、夜帰ってきたら0度を下回ってましたねいやー寒いのはそれはもう冬だから当たり前ですけどもどうぞ皆さんお気をつけてください 良い一日をじゃあ最後は何がいいかなもうドンハもこうやって芽が出てきましたクリスマスローズもね雪でまずかったかなと思うけど元気にしてましたねじゃあ良い一日をごきげんよう最後は何がいいですか バラモスやっぱりミニバラは強いですよねラビーニアラビーニアはね今咲いてないんですよあっこラビーニアラビーニア今ハゲっぱにしてるハゲっぱじゃないえっと剪定してるんですね向こうにあるのはありがとうございますラビーニアもね コウコさんが何ていうは本当のあれなのかっていうのを調べたいんですけどなかなか名前がわかんないですねじゃあこのこれストックだったかな,なんていうかなガーデンカバーがなかなかでかくならないんですよねもっとすごくでかくなるっていうことだったけどやっぱ冬だからでしょうねじゃあ ごきげんようあの赤いバラで良い陳日をあ目の前でいいですねすいませんね